Hello everyone! はじめまして。翻訳コンシェルジュのゆこにこと松崎ゆき子です。3分でわかる接客英語。初回のシリーズはお店屋さんの英会話を取り上げていきたいと思います。まず外国のお客様がいらしたとき、最初にどのように声をかけていいかわからないという方も多いと思うんですけれども、まずはご挨拶ですね。Hello! でいいと思います。もちろんいらっしゃいませというふうに日本語で言っても日本らしくていいと思いますけれども、ご挨拶は Hello としましょう。これがホテルなどになると Hello ではなくて午前中は Good Morning、午後は Good Afternoon、夜は Good Evening というのが、正式なんですけれども Hello で十分だと思います。カジュアルなお店、カジュアルウェアなどのお店であれば Hi でも別に構わないと思います。フレンドリーな雰囲気が出ますね。その後です、May I help you? っていうふうに習った方も多いと思うんですけれども、実際の動線を考えると、もし自分がお客様だとしてお店の中に入って Hello と言われた直後に May I help you? って言われてもちょっと面倒くさいかなと思うんじゃないかなと思うんですね。 まだ見たいだけかもしれないですよね。日本でもお店に入った瞬間にワンピースでお探しですかとかスカートでお探しですかって言われるとちょっと面倒くさい時が私はあります。なので、あと May I help you? って言われて No とかね、 No thanks とか I'm just looking、 あと I'm just browsing、 ざっと見てるだけですって言われちゃったらその後何も返す言葉がないですよね。なので最初から、もし何かございましたら、お声掛けくださいっていうようなことを言っておくといいかなと思います。で、その表現がこれです。Please let me know if you need anything. Please let me know if you need anything. Let me know は私にお知らせくださいです。Please ぜひ Let me know 私にお知らせください。If もし you need あなたが必要なら anything は何かしら何か一つでも必要なものがあれば声かけてくださいねというのがスマートかなと思います、もしこれが長くて覚えられないっていう方は、I'll be around I'll be around この辺にいます。 I'll be around この辺におりますので声かけてください。 Please call me I'll be around でもいいと思います。あと5秒4秒、ということでぜひ使ってみてください。